今日は、香港と台湾の話はしません。香港と台湾の話をみんなが考えたいときに、前もって知っとかなきゃいけないこと。勝手になんか香港でデモが暴れてて、その暴れてるデモを警察が弾圧してて、人が死んでたり血流してると、暴れてる人かわいそうみたいにみんなすぐ思います。正義感ですよね。で、自由がない。香港は死んだみたいな。生きてますってまだ。全然。ね、それが一体どういうことなのかっていうのをちょっと話す前にですよ。少しなんかこれ、綺麗でしょ？まあ、行ったことある人多いと思うんだけど、これがネイザンロードっていう、九龍半島の真ん中を走ってるところで、昔はすごい道路が狭くてね、で、ジャッキー・チェンとかが看板飛んでたところですよ。で、今はすごい道が広がっちゃって、ジャッキー・チェンじゃ飛べません。そのぐらい大きくなっちゃって。で、昔はここにイギリスの2階建てバスが通ってて、で、割と観光名所だったんだけど、もう今はほとんど中国の上海と同じですよ。もうちょっとね、香港の北の方に行くと、いまだにまだ寂れてる地区というか、まだ汚い昔のマンションが残っていて、それはなんか昔の香港かなっていう感じはしないでもないです。で、これはもちろんね、100万ドルの夜景。ってことで、あともう一枚行きましょう。台湾です。台湾はね、皆さんよく行かれるでしょ？これ天水湖で、この後ろにあるのがお城で、ゼーランジャ城です。台湾っていうとみんな台北ばっかりね、台北の夜市に行くんでしょ？あんまり。で、これは台南ですね。台南のが実は重要で、もともとその中国が鎖国しているのを開国したのはここですから、こことあと淡水っていう台北のもうちょっと上の方です。もう台北って海がないので。で、もう一個これ、必ず行くよね。台湾に行ったら絶対に行く。行かないわけないというか、まず台北行くよりここ行きたいみたいな。これ九份っていうところです。千と千尋のなんとかなんとかみたいな、出てくる、なんか建物みたいのがいっぱいある。これ俺の写真じゃないんで。こんなことで、問題になってる用語は、まず一つ、法案、国家安全維持法、ね、6月30日に調印されちゃって、1月1日から使われるようになりました。あと、一国二制度制、ね、これはみんなも知ってる通り、50年間、97年から50年間、だから47年まで、一国二制度だよ。だから一つの国で二つの制度の制度っていうのは、資本主義と社会主義です。香港、最近新聞によく載るようになりました、影の内閣。デモやってる人たちの一部が、やばいっていうんで、このままデモに参加したり、政党にいると、捕まって中国に持ってかれちゃうからってんで、隠れるんですね。で、隠れて、地下組織みたいのを作ると。で、その地下組織が影の内閣って呼ばれているものです。昔みたいだね。なんかさっきもスタッフと話したんだけど、68年から69年にかけて、東大が燃えたり、法政とか明治の学生が暴れ出して、機動隊と喧嘩してる頃に似てます。で、もう一個は、これをもって、いわゆる香港で活動してる人は簡単に捕まっちゃうことになるので、台湾が受け入れますよっていう移民受け入れを提唱しました。こんなことすっからまた喧嘩なんですよ、本国と。もちろんこれ受け入れたのは台湾の民進党の人っていうことになるわけです。女のバトル読めますか、これ。林鄭月娥さん、みんな知ってました？多分不思議に思ってた人いると思うんですけど、中国人に林鄭さんって人いないから。これ、彼女の名前は鄭さんですよ。鄭月娥さんです。で、結婚なさって林さんと結婚したんだよね。だから夫の名前を上に乗っけたんだよ。それで、林鄭になっちゃった。こっち側もご存知の蔡英文さん、顔を見ましょう。こんな笑顔見たことなくないですか、みんな。ね。でも、だから、この人、知ってました？後で出てくる。この人、香港人ですからね。中国人じゃないですよ。香港人ですよ。で、香港のリーダーになってるんです。香港における中国側にいる人っていうふうに考えてください。同じように香港で。この人はケンブリッジ大学卒業ですから、完全にイギリス寄り側ですよ。なので、今、香港でデモしてる人たちと同じです。世代が違うだけね。で、この人もアメリカの大学の出身で。で、二人はもう完全なる問題児たちです。ここが喧嘩してるっていう話。今日はこれだけ。ということで、林鄭月下さん、彼女は英語の呼び名があるので、英語名があるんですよ。彼女の名前を当ててください。 A キャリーラム、 B キャリーメイ、 C キャリーレイ、 D キャリーパミュパミュ。彼女の名前はこれ、キャリーラム。これが正式名称ですよ。覚えておいてください。ということで、今日は台湾と香港のを考えるにあたって、皆さんに勉強していただきたいのは、今週のワールドヒストリー愛。今週は中国の自治区を勉強するんですけど、各自治の世界史、つまり、いつ、に中国の支配下に入ったのか、中国の王朝と考えながら勉強しましょう。これ重要です。いつ中国領になったのかと、いつ自治区になったのかは別の話。2つ目は、
各自治区の今、このそれぞれの自治区はどうなってるのか、その話をします。もちろん中国支配にあるので、その中国の考え方に基づいて、大中華思想ってのはちょっと僕の造語に過ぎないんだけど、ただの中華思想じゃなくて、いわゆる中国人が住んでないとこも中国だっていう言い分なんでしょうね。ゼロさんです。これはまあ最後のまとめでしょうね。いわゆる支配の歴史と幸福論っていうんです。この幸福論って世界史っぽくないですか？いわゆる何が幸福なのか、人間の幸せって何なのか、本当に自由をもらうことが幸せなのか、安定した生活が幸せなのかは、以前なんかファシズムの説明の時やんなかったっけ、多分その時にも少し話したと思うんですよ。それと同じことなんです。01と02は混ざります。一緒にやっちゃうので、別に1が終わってから2になるわけじゃないから、まあこの2つがポイントで、最後03でまとめていきましょう。じゃあまず最初、中国の自治区って何個あるか知ってる？はい、 A5 個、 B20 個、C8 個、D13 個です。回答でーす。5つに決まってんだろ。なろ。で、中国ってすごいたくさん民族いるのを知ってます？漢民族っていうのが中国人だとしましょうよ。本当は中国人って言い方していけないんで、中国の領土にいれば中国人なんだけど、漢民族っていうのが、メインになっていて、もう9割ぐらいなんだよ、漢民族が。あと残りが他のいわゆる異民族っていうものに当たる。実際にじゃあちょっと見てみましょう。これ中国の資料なので、ちょっと見て。この部分見ると分かる通り、自治をもらってる民族っていうのはトータルで155で、民族の種類が全部で1173もあるんですよ、中国って。知らなかったでしょ。で、その中で広い領地を持っていて人口が多いっていうんで、そこには自治区というのが与えられてる。で、それよりももう1ランク低いのが自治州。ただ間違いない年の自治区の中に自治州がある時もある。分かる人。そうじゃなくて、他の一般の場合、省だ、なんとか省っていうじゃん。で、遼寧省とか厚生省とか、省の中にも実は自治州があるんです。省の中に区はないです。なので、そういったいろんなところに散っている。またそれよりもうちょっとちっちゃいのがここに書いてある。ちょっと木って読むのかな、ね、こういうふうにいっぱい個数がある。これこうだね、何個って言うんです。で、答え5つ。こっちこっち、これが5つです。で、一応みんな知らなくてもいいんだけど、いつ自治区になったのかが書いてあるので見てごらん。これが自治区になった内モンゴルはここね、47年で、まだ中華人民共和国ができる前に自治区になってる。かなり古いですね。で、これは58、ここだね。で、これが65でチベットです。新疆ウイグル自治区56だね、これ本当はね。55になってるね。で、広西チワン族58でしょ。ほら、もうほとんどが割と今から70年ぐらい、まあ、大体中華人民共和国になってから自治区になってるの。ただ自治区になったのと中国領になったのは別よ。これは間違いないでください。自治区になったから関係ないんだよ、この数字は。実は自治区になったから何かじゃなくて、もうどっちかというと支配されたのがいつかっていうのが重要になるってことなんです。そこで問題。今僕が言ったのは自治区になった順番を言っただけです。中国人、漢民族が支配をした早いとこの方が古いものになるんです。誰が見たって分かりませんか？だってこれ見たら絶対にこの辺は遅そうじゃないですか。だって一番こっちですもん。でもそうなるとこの辺はなんか早そうじゃないですか。そこで皆さん問題、これ地図よく覚えてね。いきますよ。この中で一番最初に中国人に支配されて、もうそれ以降は何回も戦ってきて負けたり勝ったりしながら独立したりしてるけど、一応一番最初に支配された国どこだと思いますか？ A チベット、 B 広西チュワン、そして C 内モンゴル、 D ネイカ、海賊自治。回答を発表します。これは今日の歴史の話で、まさに俺の専門の話です。一番最初はここ、広西チュワン族自治区。これが一番早い。で、その後にネイカ、海賊自治区。もうチベットなんてめちゃ新しいですよ。全部で5つです。で、ここがここね、ここもうすぐ下ベトナムなんですよ。だから少し世界史を勉強したことある人はご存知の通り、秦の始皇帝が南の、おお、キングダムね、キングダムの秦の始皇帝が北ベトナムから今の中国の香港あたりを攻めて占領してるんです。あの場所がまさにここです。で、一番古い、今から2200年前ですよ。だからすでに2200年前にはチュワン族たちは支配されていた。で、もちろん新皇帝、新帝国が、滅びればまた独立する。で、また漢征服する。武帝の時代にこの部分また征服された。何回も支配されています。で、次はここ。これはいつかというと、実はこの部分は昔セイカっていう、セイカチベット系タングート族系ですよ。だから
で、この聖火が支配していて、で、一回聖火は負けたんだよね。ボロボロになって。で、その誰に負けたかっていうと、チンギス・ハーンに負けたんです。モンゴルですよ。一回ここにモンゴルの支配に入って、で、このモンゴルを潰したのは明となるわけです。だから明ができたのは14世紀ですから。1300年代だと鎌倉時代が滅びるぐらい中国人が支配した形になる。で、あと残ってるのがこことこことここで、この3つは同じ王朝です。これ1635年、ここ昔チャハル部族っていたんですね。この前はタタール部族ってのがいて、彼らを支配したのは三髄の秦って、これ中国人の王朝じゃないよね。これ満州人の王朝なんですよ。300年またくでも中国王朝っていうよね。なんでかっていうと、これ支配してるのは半分が満州人で半分中国人です。満州人っていうのは数が少ないので、中国人を利用して中国人を統治するっていうやり方を取った、うまいですよね。で、次チベット、チベット1720年で、ウイグル、これが1750、まあ全部含めると8と59があるかな、まあ大体このぐらい終わり。で、ちょっと数字見てね。ここに書かれているこの数字を見てみて、これ写真撮るといいですよ。なんか少しお話のネタになるんじゃない？これそれぞれの自治区の民族構成です。この後一個ずつさーっと流します。後世チワン族自治区、漢民族 61% のチワン族33ね。で、ネイカ、ここは漢民族79で、これ海民っていう海族って言うんだけど、もともと海ってウイグル人を表すときに世界史ではこれを使うんですよ。で、それがいつの間にかなまってイスラム教を表す言葉として使われたの。実際海賊って言っても、これはまあ海賊に言ったら怒っちゃうかもしれないけど、これ長い間いろんなイスラム教とかここに住み着いたことによって、なんか顔違うんですよ皆さん。でもみんな海賊って呼んでるのはアラブ人とかウイグル人とかモンゴル人の一部とか、そういうのがなんかこう融合して作られた民族なんでね。ちょっとウイグル人とは違います。だからウイグル人も入ってるけど、ウイグル人とはちょっと違う感じかな。もっとウイグル人よりも古い時代にここに住んでた人って感じがイメージ。で、ここ行きましょう。内モンゴル79と17、モンゴル。で、チベットで、ね、見てよ。93、漢民族負けてる。6しかいない。ね。で、新疆ウイグル負けてるよ。ウイグル。カザフ族です。カザフスタンってここら辺にあるんだね。がこのぐらいです。他にもキルギスとか、あとはタジキ人、タジク人とか、あの中央アジアの民族の一部はここにいます。で、これイスラム教徒。後世チワン族自治区、ここ多くないですか？こんないっぱいいるんですよ。4885万人。多いですよね。で、さっき言った通り、ほら、いろんな民族いるの、これ。こんな感じ。この民族は、これチワン族です。チワン族の女の子たち。髪の毛すごく長い人たちですね。あの、耳タブが大きかったりする人もこの時期います。これが、これ、トン族かな？あ、母子トン族だね。トン族の人たちが音楽、楽器、伝統舞踊をやってる。です。ただみんな後世チワン族自治区って言ってもピンとこなくないですか？これ知らない？ケイリン知らない？ケイリン、この水墨画の様子を表すとこですよ。これ綺麗でしょ。あのね、中国の100元のお札の毛沢東の反対側に描かれている絵、これですよ。だからこれっていうともう観光地でしょ。だからもう普通に中国だと思ってみんな行ってるけど、あそこは中国だけどチュワン族自治区なんですよ。次、少ないね。630万人しかいませんよ。漢民族79の海族 20% です。まあこれ完全にもう中国が主導権握ってるのはわかるよね。まあこんなイメージ、こんな感じです。ウイグル人よりは中国人に顔が近いですね。でもイスラム教徒です。内モンゴル。ね、数多いです。2625万人。多いですね、モンゴル人。でも圧倒的に中国人でしょう。数はね、満州人もいるんです、2%。で、内モンゴルって言ったらもうこれですよ、モンゴル高原です。で、今回ちょっと写真が入んなかったんで入れなかったけど、ゲルっていうの知ってます？あのシューマイみたいな形してるやつ、あのゲルはここにあります。ってことはみんなの知ってるモンゴルと内モンゴルは同じです。何にも変わりません。民族も一緒、場所もほとんど変わらない。ただ、内モンゴルの方が、これ、ね、内モンゴルって言い方は、俺たちの言い方なんですよ。モンゴル人から言ったら内モンゴルって言わないです。南モンゴルって言うんです。で、今のモンゴル国、昔のモンゴル人民共和国は、あれが北モンゴルなんですよ。だから場所わかると思う。後でもう一回地図見ましょう。問題のチベットです。少なくないですか？ 330 万人しかいないんですよ。だからそんなに多くない。でも、ほとんどチベット族。
この違いは後で分かりましょう。で、これにもう一人、分かるでしょ、うん、いや、素晴らしいよ、この人。ダライラマ14。ってことで、この人は英語ベラベラです。なんとなく皆さん知ってるよね。この人はもともとこのポタラの宮殿に住んでた方ですよ。だけど、59年のチベット騒乱が起きた時に彼10歳だった。で、もちろん毛沢東はこの人がやった、騒乱があったの、騒乱をやった責任を取って捕まえてぶっ殺そうとしたわけですよ。でも絶対に彼がやった10歳ですよ。10歳がやるわけないじゃないですか。なので、みんなで何とかして、このダライラマ14世を逃がそうってことになって、それで、いわゆるまだ中国の目が届いてない時にインドへと亡命した。今、インドに亡命政府があるでしょ。だからインドと中国仲悪いんですよ。この間も喧嘩してたじゃない、国境沿いで、あの武器持たないで石子投げやったので、あれって実はダライラマの問題ですよ。今ダラムラサっていうダラムサラってとこがあって、で今そこにいるんです彼って。でまあそこにいたくもないからいろんなとこに行って、この人早稲田でよく講演するよね。何回か聞いたことがあります。さあ問題の新疆ウイグルです。東京の人口は1200万弱ぐらいですから、まあ東京の人口の2倍いるんですよ。しかも新疆っていうのは半分以上人が住めないところなので、そう考えると広いけれども実は狭い。でほとんどがまず都市に集まってるんでね、ウルムチっていうのが首都なんだけど、首都、うん、中心都市なんだけど、それウルムチに集まってます。で俺ウルムチ行ったんです、15年ぐらい前だったと思うよ。すごく行くの大変で、で行った後もまだまだなんて言うんでしょう、まだまだ中国っぽさがない、なんかロシアっぽさのイメージです。道路が広くて、だけども新しい写真、僕のじゃないんですけど見つけたんだよね。そしたらなかなかすごい、これウイグル人の写真です。この人が典型的ですね。この女性とかは完全にウイグルですね。何人と似てると思う？トルコ人とそっくりですよ。トルコ行ってごらん、イスタンブールなんてこんな人いっぱい歩いてます、こんな人。ただしスカーフをしてない、ヒゲを生やしてないだけです。だってこの人たちがセルジューク朝になり、そして今のトルコを作ってんだもん、だってオスマントルコで。なのでこの人たちですよ。その人たちがまあ行かなかった人たち、移動しなかってここに国作った人が彼らがここにいる。これがウルムチなんですよ。これやばくないですか。これあの新しい写真で、あのコロナが流行ってるって話 でそれで人がいませんよっていう写真だったんですよ。これディズニーランド見たくないでしょ。でこことかもほら、これも随分綺麗になっちゃって、俺ここ歩いたんだけどもう全然こんなビルなかったし、でそこら中に屋台があって、あの羊の肉を串に刺して売ってんですよ。でこうやってつまんで食べるようになってんだけど、煙煙全然煙一つも出てなくないですか。だから変わっちゃったのよ。で今ちょっとごめんなさい、ここ見て、ウイグル族45で漢民族41って書いてあるでしょ。でも実は全体ではこうなんだけど、今ウルムチではちょっと見たんで数字を、ウルムチだと今中国人 61% です。で今ウルムチのウイグル人は 30% ちょっとですよ。だから首都にどん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 、まあ、中心都市にどん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 中国人が流れ込んでるってことなんです。でそこです、これはまず話終わりね。ところで論です、ところで自治って何、ほらね、だからみんなは自治言ってるけど、自治の自治が何だか分かんないんですよ。なんとなくいい感じでしょ。そうじゃない、すいません、世界史的に言うと自治っていうのはその民族の独自の議会を持っていいってことです。ただこの議会で決められることはこの国の法律に基づいた中での新しい法律を作るってことですから、もしこの自治をくれている国とは違う決議が出た場合にはそれはバトルしなきゃいけないってことです。だから絶対間違えちゃいけないのは、自治もらってるからって言うこと聞かなくていいってもんじゃないよ。それは歴史上間違ってます。ただ自治を持ってれば自分の言いたいことは言えるっていうだけの。みんなどうですか、自治を上げないのと自治を上げる、なんか自治を上げた方のが優しい感じがしないですか。これあの世界史を勉強してたら、自治っていうのはいつからよく使い出すようになったのかというと、やっぱり19世紀に入ってから、特にイギリスね、つまりイギリスが植民地増やしたったじゃん。だけども全部統治できなくなって、しかもほら植民地増やしてると軍隊いっぱい派遣しなきゃいけないわけよ。お金かかるし、だったらある程度自由を与えて、言うこと聞きそうな国ですよは自由を与えて少し任せちゃった方が楽だろうっていうんです。これがいわゆる植民地不要論っていうイギリスで19世紀に出てきた考え方だった。だから自治を上げることは優しいこと、直轄してることはみんなの正義感から言うと悪いことです。北海道の人いる？これって北海道の先住民ですよ。勝手に明治政府がどん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 侵略してって、で
アイヌ人の方々は日本の政府に侵略されました。アイヌ人には自治ありますか？ないですよね。アイヌ語使ってる人いますよね。すごい少ないよね。でも北海道の人意外といろんなところにアイヌ語がいっぱい置いたんですけど、でも少ないね。沖縄の人いる？琉球自治ある？ないよね。完全に琉球王国は侵略されました、日本にね。でもだよ、誰もアイヌ人と琉球に対して自治を与えない、アイヌ人用の議会を作らないし、琉球人のための議会なんて日本にないでしょ。なのになんで日本は悪くないの？こういうことですよ。ちなみにアイヌ人が日本に占領されたのは今からだいたい150年ぐらい前でしょ。で琉球王国は79年だから同じく今から140年ぐらい前でしょ。そんな短いんですよ。だから自治なんてあげないで支配してるんです。それでも何にも誰も言わない。で香港で中国が香港を支配しようとするとみんながブーって怒る。じゃあ日本はなんで悪くないんですか？答えはこうです。そこに住んでる人がの多数の人が満足だったら悪いとはされない答えです。だから別に自治があるからいいとか自治がないから悪いとかじゃなくて、住んでる人が納得いってるかどうかで決める。それがみんなの感覚です。だから正義なんてのは適当なもんなんですよ。なんとなく誰かが怒って、そのすごい怒ってるのばっかり映像で流したらなんか悪いことをしてるみたいじゃん、その支配してる国が。でも映像がこう反発する映像が流れなければみんなさっと流して、別に何悪いことやってんのってなる。怖いね。なので答えがこうであるからわかる。中国としては自治を与える与えないことよりも住んでる人が反発してほしくないんですよ。反発してくれなければ別に世界的に問題にならないし。そこで何をしたかわかる？そこに住んでる人が反発しないようにするには何が一番いい？反発しない人を住まわせればよくないですか？だから中国政府がやってることはこの3つなんです。これを人道的だ、非人道的だって判断するのは俺が判断することじゃないから自分で判断してください。いくよ。一つ、漢民族の移住政策です。別に中華人民共和国がやったことじゃないよ。例えばここ見てごらん。漢民族61のチワン族33なんてのは、これ昔はもちろんチワン族 90% で漢民族なんて 5% いなかったわけじゃん。でしかもこのチワン族って何がすごいと、ベトナムとの交流地点の中継ぎ貿易なんですよ。だからチワン族のところを取るっていうのはすごく中国人にとっては大切なことなの、ベトナムとの交易で。だから住まわせたんじゃん。でこうなったんでしょ。だってここもそうですよ。最初から中国人が多いわけないじゃないですか。どん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 住むことによってこのぐらいになったんです。もちろんここなんて昔でも住んでないですよ。だってあんな羊と馬しかいないところに中国人、農耕民族ですよ、住むわけないじゃないですか。それがいつの間にかこうやって住み出したのはこれ最近。こういう風になりだしたのはそれこそ第二次世界大戦が終わって、太平洋戦争が終わって中華人民共和国ができてからです。で見てごらん、ほらほらでしょ。だからさっき言ったじゃん、つまり自治区になった年が重要なんじゃないんです。そうじゃなくてこのタイミングですよ。それでこういう風になる。だからこの部分と、もうこれチベットは絶対無理です。もんチベット自体が中国人の移民を嫌がってるので、だから入れられないんですよ。だから一番最初に独立しやすいのはチベット。だからもうチベットなんてもともと当番ですから、こんな独立させなきゃいけないですよ。だけどもウイグル見てごらん、ほらでしょ、まだ中国人が少ないから、だから移民政策を取ってるんですよ。かもしくはウイグル人が増えなきゃいいんでしょ。これ以上モンゴル人が増えなきゃいいんでしょ。だから子供を産ませないために女性に対する避妊政策を取るんですよ。でこれは強引に取る場合もあるし、お金を払って避妊させる場合もある。それはもう地区によって違うんです。あとはテロをするのは貧しい人なので、その貧しい人たちがなんでテロするか分かります？なんで貧しいか分かります？中国語が喋れないからですよ。中国語が喋るようになると絶対にお金が儲かるようになるので貧しくならない。だから語学の強制プログラムを組んで、いわゆる貧しい人をなんか強制収容所みたいなところに連れて行って、そこで中国語を学ばせるんです。っていうことで復習します。見るだけでいいよ。今僕喋りました。すでにこういう順番に中国っていうのは5つの自治区を支配してきたから、だから古ければ古いほど中国人の割合が増えるんですよ。ただチベットだけはもう絶対的に拒否してる。だから中国はチベット一番嫌がってる。でもチベットはもう中国人増えないからこのままでしょ。これは知ってる？ウイグルって石油出るんですよ。すげー出る。レアメタルが出るわけです。でレアメタルはモンゴルもチベットも出るんですよ。なのでこの3つはどうしても中国が欲しがってるところですね。さて、実は
これ清王朝が滅亡して新しい中国ができた時にみんなが独立したいって言ってみんなが一斉に独立運動したんです。でその時に当時の中国の指導者がいや五族共和だよってそんなバラバラになってみんな仲良くやってきたんだから一緒にやろうよって言うんで一緒にっていうのは漢民族と一緒にやろうって話になった。その漢民族と一緒にやろうって言ったのがさあ漢民族と5つなんです。問題だよ問題もう最後はいこの中で五族共和の五族に入らないものを1個選びな。回答はこれは入らない。ちょっと難しかったね。ってことでちなみにもう1個問題、五族共和って意外と嫌な感じじゃない？今から言うとだってみんな1個になろうよって言ってんだよね。さあ一体誰が言ったと思います？五族共和を唱えてみんな1個になろう独立したいってみんな言ってんのに1個になろうって言った人がいる。最後最後、孫文、毛沢東、蒋介石、溥儀、この中で五族共和を言った悪い人。悪い人いきます。孫文です。これは本当は孫文が言ったか、この孫文から横取りをしたその役職を遠征外っていう軍人がいるんだけど、あの軍人が言ったとも言われています。孫文か遠征外でも少なくとも中華民国の時点で1個になろうって言ってみんながバラバラになりたいっていうのに1個になったってことです。中国人が先住民をいじめている、恥ずかしめていると思っていますか？これはウイグル人が言った答えです。突然ですが、アウシュビッツ強制収容所、みんなはドイツ人がユダヤ人をいじめていたと思ってるでしょ。残念、実は強制収容所に入っているユダヤ人をいじめていたのはユダヤ人ですよ。つまりドイツ側にいるユダヤ人です。それはもちろんいじめないと自分が殺されるからいじめてるんですけど、これはユダヤ人がユダヤ人を強制収容所で支配してるんですよ。その上にドイツ人がいたってことを思い出してください。つまりこういうことです。かつての内モンゴルは実は外モンゴルや満州国や中華民国に入っていたけど、全部これって誰が決めたかっていうと内モンゴルの人が決めてるんです。内モンゴル人が外モンゴルと一緒になりたい、満州人と一緒になりたい、中国に入りたいって、でも嫌だって人もいるわけですよ。実のところを言うと、この今回のこういうふうな問題っていうのは、その中に中国側についているモンゴル人と反対しているモンゴル人と、その中が分かれてるってことなんです。つまり今回の香港もそう、香港人って言っても中国側についてる香港人とそうじゃない香港人がいるってことが明確に分かってるはずなんだけど、分かれないんで、みんな全部香港人が中国に喧嘩打ってると思ったら大間違いですよ。ってことで、実は今現在新疆ウイグル自治区ではどうなってるかというと、ウイグル人が中国人と結託してウイグル人を支配してます。だからウイグル人の中でも中国と手をつないで儲かってる人いっぱいいるんですよ。そういう人は中国人とくっついてウイグル人を支配してる。ってことは支配されているウイグル人はもうたまったもんじゃないですよ。だって同じ民族同士ですもん。だからこそ歯向かいたくないって言うんで、余計歯向かわない。だから何も言えないけど、ウルムチの写真見たでしょ？昔あれよりもっとひどかった。人が転がってたんだ。死んじゃうぐらいに。なのにああやって豊かになった。文句言わないけど治安が良くなって生活安定しました。だからこういう風な現状なんですよ。最後にまとめると、その香港は死んだね。僕から言わせてみると、香港はもう97年の7月1日に中国に返された時点でもう死んでんです。どうせ50年後には完璧に死ぬんですよ。でもそれは昔の香港が死んだだけだから、みんなは昔の香港がいいと思ってるんです。本当かな。47年の6月30日に中国の支配下に全部入ります。ただ早かったね。まだ23年しか経ってないのに、23年でもうほぼほぼ言うことを聞かなきゃいけなくなってる。だから怒ってる。早すぎるって。もちろん早すぎる。良くないです。約束違反です。でも、あと27年経ったらこうなるんですよ。じゃあ27年経ったら中国が気持ち変わって、香港を自由にしてくれると思ったら大間違いですから。いつかはこうなるんです。いつかはですよ。今回、7月1日、香港国家安全維持法が施行されました。知ってた。普通こんな法律が出されれば、香港は死ぬってみんな思ってるでしょ。なんと、おととい、1月10日の香港ハンセン指数株式が 3% 跳ね上がった。つまり香港がぐちゃぐちゃになってるより、中国がきちんと香港を管理して、で香港を中心として上海じゃなくて香港が窓口となる、中国の金融の。そしたら中国が管理するから香港は豊かになるんですよ。そう思ったマーケットはなんと株を買ったんです、香港の。つまり俺たちが考えてる正義感と
マーケットは違う動きをしたってことだよ。これは今香港の学生が言ってるシナマンもろともね、こういう言い方でも避けた。何も言えなくても治安が良いければそれでいい。どっちが取るかは俺たちが決めることではないですね。まあ俺たちが、みんなはこれを助けようとしてるでしょ。でもさ、血だらけになって人みんな死んでんだよ。で香港の人困ってる人いっぱいいる。だからみんな間違えちゃいけないこと、もちろん彼らにも言い分はある。でもこういう人たちはこういう人を嫌がってるんです。香港人の中自体も実は不安定で、ただ我々が映像で出すのはやられてる人、血だらけの人だけが映像で流れるから、だからちょっと正義感の方に傾いちゃうってことは分かんない、忘れないでください。では最後、今週のワールドヒストリー愛、中国は変わるのか。中華人民共和国の共産党体制は市民革命によってのみ変わる。だから皆さんが中国のあの支配が良くないって言うんだったら、それは俺たちが勝手に言ってるだけです。本当に中国人があれが嫌だって言うんだったら、絶対に奴らは自分たちで革命する。今までの歴史の中で共産党が倒れたのは東ヨーロッパです。東ヨーロッパは革命をして独裁者を倒しました。できるんです。ただ今はその時期じゃなさそうです。なんでかというと、これ革命したら中国潰れちゃいますから。そしたらアメリカも困るし日本も困る。革命なんてとんでもない。だから誰も助けないです。こうなるかは分からない。だから中華人民共和国が世界の中で力を失った時に革命が起きるでしょう。今の状態では誰も止められない。だったら一人でも少なくとも人が死なないような、一人でも死なないような感じで平和に生きた方が良いのではないかなと思います。考えてみましょう。